ベラルーシのルカシェンコ大統領は1日、自身が指揮する安全保障会議をライブ配信しました。よく見ると、彼が指し示しながら話していた地図には、ウクライナへ侵攻するルートなどが示されていました。その地図によれば、攻撃目標は、ウクライナの隣国モルドバやルーマニアまでもが含まれていました。その様子を放送していたベラルーシのジャーナリスト自身も思わず、これは実際の侵略計画のようだ。 と口にしていたほどですもし侵略計画をうっかりばらしてしまったとすれば足を引っ張る仲間とはまさにこういう人を言っていますね。